最も一般的な形態として小さな感情の発煙弾がある。この発煙弾から放出される白色もしくは夕食の非常に濃い煙は微かな風でも拡散し周辺領域を満たすように設計されている。煙幕は古くから敵の照準に対して自らの活動を隠すことを主目的として用いられてきた。しかし現代の戦闘では より新たな目的に利用される。例えば、可視光線と同様に赤外線を遮ることで、赤外線に反応するセンサーや、赤外線を利用した暗視装置によって発見されることを防ぎ、また、即居用や照準用のレーザー光を遮ることで、車両や兵士に対する攻撃を防ぐことができる。発煙手榴弾は、 個人が煙幕を展開するために使用する小型の発煙弾である。主に不評部隊の自衛に使われる。呪しとして使うために色をつけたものもあり、合図や場所の指示、目印などに使われる。手榴弾本体は上部と底部に煙を放出するための数個の穴を持った鉄製のシリンダーと発火装置から構成され、シリンダー内部には煙を発生させるための 混合物が約250から 350g 詰められている。この赤、緑、紫、黄色などの色のついた煙を発生させるための混合物は塩素酸カリウム、重炭酸ナトリウム、ラクトース、染料などからできている。また、煙そのものを作り出す物質としては HC 発煙混合物、または TA 発煙混合物が用いられることが多い。 他の種類の発煙手榴弾として爆発性のものがある。これらは白輪で満たされており、爆発によって周囲に散布される。空気中で輪は自然発火して明るい黄色の炎を上げながら激しく燃焼し、同時に大量の白煙を発生させる。この WP 手榴弾は小威手榴弾の代わりとして用いられることもある。 大砲及び迫撃砲用の発煙砲弾は、軍事目的で煙幕を発生させる、主な手段の一つであり、特に陸上戦で、戦術上有効なものとされる。これらの迫撃砲は元来、通常弾を撃つためのものであり、発煙弾以外の専用装置を用意しなくてもよい。砲発射の発煙弾は、構成用で、比較的遠方に持続的な煙幕を形成するのに、 対し、戦闘車両が装備する発煙弾発射機は不意遭遇、奇襲に備えた自己防御用で小型の単発式発射筒を束ねて近距離に複数の発煙弾をばらまき一時的に濃密な煙幕を形成させる。発煙装置によって非常に大きく持続性のある煙幕が作られる。発煙装置は油、または油を基礎とした。 混合物を熱して蒸発させる機械で、その蒸気と外部の冷たい空気を22の割合で混合し、コントロールされた液的サイズを有する非常に濃い霧状の煙を発生させる。最も単純な設計では、単にヒーター上で廃油を沸騰させるものであった。より洗練されたものとしては、加熱したプレート上に特別に調整されたノズルを用いて、油性の混合物、 すなわち、フォッグオイル・フォグオイルと呼ばれる、重量あたりの隠蔽効果が非常に高い混合物を噴霧する構造である。適切な油を選択し、また、冷却率を緻密に制御することによって、可視光線を遮るために、理想的に近いサイズの液滴を発生できる。発煙装置が、フォッグオイルを供給され続ける限り煙幕は維持され、続け、また、 多くの発煙装置を同時に使用することで煙幕の高さをかなりの高度まで広げられる。一般的な例として50ガロン入りドラム缶一つ分のフォッグオイルで60マイルの土地を15分で不明瞭にできる。ただし比較的安価に大量の煙を発生することができる。代わりにこの発煙装置には多くの欠点がある。装置が発煙を開始するまでには 時間がかかり、火薬などに比べると非常に反応が遅い。また、装置そのものが、煙が覆う地域の間際に位置することが必須となる。装置が重く携帯には向かない。また、風も重大な課題である。装置の使用時に発生する、これらの問題、特に校舎の課題を解決するために、線上に広く分散する固定されたポストを用いる。 方法や、あるいは特別に設計された車両を用いるアイディアが採用された。実際に用いられた車両の例としては、M56 雇用手がある。軍艦では、スモークスタックに燃料油を直接噴射して、簡単な発煙装置として用いることがある。また、水に浮く大型の発煙筒を使用することもあり、これは、スモーク部位と呼ばれる。過去には、 空気と接触して発煙する化学製品のスプレーが用いられたこともある。塩化塩による煙を生成するための最も一般的な素生物は、6塩化エタン、粒状アルミニウム、酸化塩の混合物で、塩化塩、スモークミクスチャーと呼ばれる。ここで生成される煙は、開白色をしており、塩化塩、亜塩酸塩化物、塩化水素からなり、 空気中の湿気を吸収する。また、有機塩素、ホスゲン、一酸化炭素、塩素を含む。その毒性は主に強酸性の塩化水素酸によるものだが、水と塩化塩の反応によって酸性した熱によっても生じる。高濃度の煙を吸入するのは非常に危険である。クロロスルホン酸は比重が重く強酸性の液体である。空気中に散布されると、 直ちに空気中の水分と反応して、塩化水素と硫酸の濃く白い霧を形成する。この白塩には目、鼻、皮膚に対して強い刺激がある。CSA が水と接触すると強い発熱反応が起こり、全方向に腐食性の混合物を散乱させる。CSA は強い腐食性を持つため、慎重な取り扱いが必要である。4塩化チタンは、 黄色をした、不燃性で腐食性の液体である。水分を含んだ空気と接触すると、直ちに加水分解をはじめ、塩化水素の液滴とチタン酸塩化物の微粒子から、なる濃い白煙を生じる。チタン4塩化物の煙は刺激性で、呼吸に著しい不快感を伴う。液体の FM を取り扱う際には、防護服とゴーグル、人工呼吸装置の着用が必須とされる。 航空機から散布することで垂直の煙幕を作るほか第二次世界大戦中には軍艦が煙幕を形成する際に好まれた赤輪と白輪は赤色もしくは紅白色の物質である赤白どちらの輪も大砲の砲弾爆弾手榴弾として煙幕を生成するのに用いられる白ンは空気と接触すると自然発火する性質があるため 焼夷弾として用いられる。白リンの煙は、外して非常に高温で、接触すると火傷を生じることがある。赤ンはそれほど過敏ではなく、自然発火せず、また、煙による熱傷は生じない。可燃性のリン素生物エアゾールは、熱画像処理システムに対する、効果的な妨害手段となる。油炎は通常、発煙装置によって作られる。ここで作られる。 煙は微小なサイズの油滴であり、より正確に表現するならば、煙でなく、霧である。フォッグオイルの燃焼させた場合よりも、フォッグオイルを空気中で加熱する、あるいは加熱した、フォッグオイルを空気と接触させる方がより多くの、煙を発生させることができる。煙を赤外線に対しても、不透明にするためにフォッグオイルに黒煙を添加する、こともある。 これによって熱線感知やレーザー測距に対しても遮蔽効果を得ることができる。航空省では切削油をエンジン排気の熱で加熱して気化させ空中で急冷させることでスモークを発生させる方式が主流である。煙を着色することによっていくつもの異なる意味を持つ信号を送ることができる。一つまたは 複数の染料と塩素酸、カリウム、ラクトースなどの混合物を燃やすことによって発生する、煙は染料の微粒子によって形成された霧となる。また、フォッグオイルに染料を添加することで着色された煙膜を作れる。典型的な白い煙膜には、二酸化チタンなどの白色顔料が使用されるが、二酸化チタンを他の顔料と置き換えることで様々な色の煙膜を、 作れる。加熱されたフォッグオイルが空気と接触して凝縮する際に、顔料の分子が油の蒸気とともに見学され、着色された霧が発生する。初期の煙幕発生実験では、様々な顔料が試みられたが、最も軽く散在しやすい顔料として二酸化チタンが、公的であることが分かってからは、兵士や感染の所在を隠すという煙幕本来の用途に、 他の顔料が用いられることは少なくなった。白以外の顔料によって着色された煙は、円膜としてよりも、信号を送るために用いられた。ありがとうございます。